母室から発見されたパカルの漆喰の雑木日花ぶっパカル一世は古典気候期のマヤの都市であるパレンケの王でパレンケを大国に成長させまた盛んに建築を行った1952年に王の母室が発見されたパレンケには同盟の支配者がもう一人いるので一世をつけて呼ばれる略してパカル大王とも呼ばれる名前の気にちは 偉大な太陽、ハーブは不明、パカルは盾を意味する。母の作ク,ク,クから王冠を授かるパカル気ハナーブ、パカル一世は603年に生まれた。当時のパレンケはたびたび他国からの侵略を受けており、611年には当時の超大国であったカラクムルに略奪されている。百十五年に十二歳で即位し、八十歳で没するまでの十八年間にわたって、 パレンケを統治した。知性の詳細は不明だが、それまで小国だったパレンケは、パカルが没する頃までに安定した強力な国に成長していた。知性の初期には、東のポモナや西のコマルカルコを破ることで、パレンケを安定させた。659年には遠く離れた、ヒカルのオーヌーンウフォルチャークがパレンケを訪れている。目的は明らかでないが、共通の敵である。 カラクムルに対抗するためかもしれないという。パカルはまた大規模な建築を行ったことで知られる。宮殿の家 EBCAD を作り、また、碑文の神殿の建設を開始した。石棺の蓋に描かれた絵体を飾っていた、非水製品メキシコの考古学者、アルベルトルスが、パレンケの碑文の神殿から下に通じる階段があることに気づき、 1949年以降発掘を行った。1952年に王の墓室を発見した。墓室の中央には巨大な石棺があり、その蓋にはトウモロコシの神の紛争をした若いパカル王の絵が描かれ、縁にはパカル王とその先祖の墓した日付が記されていた。遺体は大量の翡翠製品で飾られ、翡翠の仮面が被されていた。ルスは、 石棺の蓋に書かれた誕生日のツルキンによる日付から、悲壮者を、ハチアハウと呼んだ。1970年代に、リンダ・シーリーとピーター・マシューズは、秘文から、パレンケ王朝詩を解明し、王の名の文字に盾が使われていたので、盾を意味する、パカルと呼んだ。フロイド・ラウンズベリーは、名前が実際に、共音的に、パスカル・サーエルと書かれていることを指摘した。 パカルの年齢を80歳とするシーリーラに対して、ルスは骨学的研究からありえないとして反対し、論争は1979年のルスの没後も長く、続いたが1952年当時は骨から年齢を得る手法が未発達であり、2006年の再調査によって67.5歳から90.7歳の間であると判断された。パカルはおそらく626年に、 作部はハウと結婚し、後に王位を継承した、キニチカンバラム2世とキニチカンホイチタム2世の二人の子が生まれた。カンバラム2世は、父親と同様に大規模な建築を行い、秘文の神殿を完成したほか、有名な十字グループを建設した。702年に即位したキニチカンホイチタム2世も、建築事業を継続したが、711年に、 南のトニナに攻撃されて捕虜になった。ありがとうございます。